石井さん、まさか宿題提出ありがとうございます。まさかの。一応ですね、教材はプレゼントフォーユーしますけど、教材はプレゼントフォーユーするんですけど、添削までしてると、2期生からお金もらってるんで、僕。はい。今回1回だけですけど、特別に、石井さん、レターみたいなこれ送っていただいて、あまりにも、これはちょっとあかんなと思ったんで。いや、本当だったらこれ添削しないですよ。有料になりますよ。有料になるんですけど、これだけちょっと、その代わり公開します。はい。僕が、この石井さんの作ってくれた、これも、この内容も一般公開して、で、僕が作ったやつも公開して、ちょっとお時間いただきますけれども、公開赤ペン先生みたいな感じで、これちょっと添削させていただきます。ちょっとね、これひどいですね。石井さん、これはちょっときついですね。こう、きつい言葉言うかもしれないですけど、これやばいです。だからやっぱり、文章を書くっていうのは、勉強しないといけないですし、多分、そんなに慣れてないと思いますんで、このスキル、コピーライティングのスキルを習得するんであるならば、第3期入っていただくか、多分石井さん、金銭的な部分もきついと思いますので、その2回目の、講義の方を勉強していただいて、アウトプットしていただきたいなと思います。ですね。ただ、ここのレターに書いてある通り、いろいろと、大変だとは思うんですけど、ただ乗り越えないといけない壁でもあるんですよね、ここは。ここを乗り越えない限り、申し訳ないですけど、ネットで稼ぐっていうのは非常に難しいです。その情報発信ですよね。情報発信だったりとか、全てにおいて乗り越えないといけない部分がやっぱありますんで。以前に比べるとだいぶ進化は石井さんしてると思いますけど、やってる人は本当勉強を実際してるし、やってるんで、そこはその初心者から早くプロにならないといけない、情報発信のですね、プロにならないといけないですし、そうですね、時間的な部分だったりとかはいろいろ大変だと思います。ただ、あと、この石井さんのレターにも書いてあったと思うんですけど、その体を壊したりとかするとやっぱもうきついじゃないですか。だからもう時間もないと思うんですよ、そんなに。悠長に言ってるところはないと思うんで、時間がないのはしょうがないんですけどね。時間がないのはしょうがないんですけど、発信するしかないんですよ、これは。ネットで稼ぐって。でもリアルビジネスやるよりかは、僕はリアルビジネスで飲食店経営するというよりかは、もう明らかにリスクないですし、あとはどれだけ本当できるかってとこなんですよね。もちろん僕ほどは、もちろん時間的な部分だったりとかで僕ほどはできないとは思いますけど、それでも情報発信ですね、一日何でもいいんでやってほしいかなと思います、継続して。ぜひもう継続して続けてほしいと思います。そうですね、このちょっとレターはもう石井さん特別に、これはちょっとね、見た瞬間これはひどいなっていう。コピーライティング道場2期生も最初すげえひどい人いますから、これ来たなみたいな、これすごいの来たぞみたいな、これどうやって直そうみたいな、これどうやって直そうみたいな人いっぱいいたんで大丈夫です。最初はこんなもんですから大丈夫です。今回特別にちょっとお時間いただきますけれども、添削してそれを公開します。僕もネタに使わせてください。ネタに使わせていただきます、その代わり。本当はもうあれですよ、3期入んないと添削はないですよ。僕がレターを作って、僕がレターを作って、そのレターを作った添削動画ですよね。ないです。有料じゃないと。今回は本当1回ですけど、特別に、やらせていただきますんで、あまりにも内容が、
これはちょっときついなと。まあ、あとはまだ勉強してないっていうところもありますからね。まだその勉強を始めたばっか、教材無料プレゼント受け取ってまだ間もないっていうところもあると思うんで、これからだと思います。またちょっと、できたら、まあ、ご案内させていただきますので、その時は楽しみに待っててください。では、ありがとうございます。